ちょっとドライではもう一つ足りないの。そうなんです。今一歩ね、いいセットというかいい感じが見つからない。なんでまあでもダメ出しというか、あ、これじゃダメなんだっていうのが見つかったんで、決勝来週のレースウィークまでにはね、それ対策して持ってこれればいいなと。逆にそのドライがダメだったらレインは割といいのが見つかって、まあ、タイムそこそこで一番上だったんで、まあ、それはそれで OK として、まあ大事なのはね、ドライレースでちゃんと成績残すことなんで、まあでもどうにかするでしょう、チーム力で、はい、タイトなコースで、うん、体的にはちょっと大変かもしれない。そうなんですよ、意外にね疲労たまりますね。でしかもラップ数が長いと精神的にもねきつくなるんで、しかしそれはもう始まっちゃえばもうエイヤーで行くしかないんで、楽しめるレースができればなと思ってますけど。